エナガも樹液を吸うんですね。私はメジロがね、このように樹液を吸っているところ何度か見たことがあるんですがね、果たして本当に樹液を吸っているのかななんてね思いながらちょっと調べてみますと、樹液を吸うこともあるそうですね。今日ね歩いておりますのは、以前にもね歩いたことのある昭和地、馬に乗ってねこういった森林の中といいますかね、そういったところ、トレッキングというんですか、そういったことができる施設といいますかね、まあ環境的には森林公園のような場所なんですけれどもね、一度季節を変えて出かけてみたいと思っておりましたので出かけております。こちら兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしておりますけれどもね、今日ねこのようにいい天気でございましたけれどもね、どうも野鳥に出会える気配がね、歩き始めた当初はあんまりなかったんですよ実はね。まあでもね、まあ1日1話でもね野鳥に出会えたらいいかなというふうにね、なんでしょうね、これはまあ初心に変えるというかな、まあ、そういった気持ちでね、目標といいますか、そんな感じで続けていきたいと思いますね。まああんまり欲張らないというのかな、そんな感じでございますね。まあそれでもねこのように今メジロが鳴いてますね。結構ね今回もいろんな野鳥に出会うことができましたのでお届けしていきたいと思いますね。このようにね、あこれエナガがね、には冒頭にもご覧いただきましたがね、樹液を吸いながら食事をしていたところにメジロがやってきてね、私の方が本家ですよみたいな感じで、メジロが樹液を吸うと言いますのはね、舌の仕組みというかな、それがハケのようなね形をしているようでございまして、鼻の蜜を吸ったり樹液を吸ったりするのにはねとてもいい仕組みになっているそうでございまして、ヒヨドリなどもね同じような構造といいますかね、そういったことになっているようですがね、ご覧いただいておりますようにエナガも樹液が出そうなところを探しているような様子なんですよね。シュワッチ、今日はねシュワッチが結構出てきますけれどもね、シュワッチ、いやシュワッチシュワッチってね、この人何を言ってるんだってね思われているかもしれませんけれどもね、このチャンネルをご覧いただいている方であればね、その出どころといいますか元祖はご存知だと思いますけれどもね、まあ、そういったものをねテレビで盛んに見ていた世代でございましてね、怪獣映画の流れですよね。怪獣といえばねゴジラであったりとかアンギラス、皆さんご存知ですかね。最初はウルトラ Q なんていうね、なんかおどろおどろしいようなね、オープニングがありまして、石坂浩二さんがねナレーションをされていたんですよね。あの音楽もね結構あの印象的でね、ギターの音ですかね、あのプン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 っていうね、あの音結構あのギターで真似したことがありますがね、シュワッチ。ジョビコ先生今日は一瞬だけでしたね。そしてねこちら何かねカリ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 音がしてくるんですよ、木の上からね。あれイカルじゃない、あイカルだイカルだ、いやいやシメか、シメだわ。くちばしがねちらっと黄色い部分が見えたので一瞬イカルかなと思ったんですがね、よく見るとシメですね。シメとイカルがね同じような場所に一緒にいることもありますよね。このように本当にね身を砕く音が聞こえてくるかのようなね、
カリカリポリポリっていう音がね聞こえてくるんですよね。こちらつぐみですがね、私いまだに白原のねガサゴソってやっているシーンを見てないんですよ。姿はね、2回ぐらいかな今まで見たことがあるんですがね、ちょっと心配ですね。これねコゲラがいるのかなと思ってましたらね、ちょっと大きくてね、どうやらねこちら青ゲラであったようでございますね。そしてねシジュウカラの鳴き声がシュワッチ周りからすごく聞こえてくるんですよね。こちらはアツグミですね。まあ、シロハラとねツグミの鳴き声って結構似ているような気がするんでね、シロハラがいるのかなと思ったんですがね、このシジュウカラの鳴き声がねいろいろなパターンで聞こえてくるんですが、これはどうやら仲間を呼んでいるのかな、それともカメラマンを警戒しているのかね。明らかに気がついていると思うんですよねこの場合はね。何か食べ物を見つけた時にね、仲間を呼ぶような時の鳴き声もあるそうですね。まさに鳴き声の使い手というかね、シジュウカラは話し合うようにというかな、語り合うようにさえずるっていう文章を読んだことがありますけれどもね、まさにそのような感じがしますね。コゲラの木のつつく音もねよく聞こえてきていたんですが、ひょっとするとこの山柄がね木の実などをつついている音だったのかもしれませんね。コゲラがいて山柄がいてシジュウカラがいてね、おそらく混群だったと思いますねこの時はね。シジュウカラの鳴き声がね会話をするために使い分けるっていうことらしいんですが、この混群の中でもね共通語というのかな、そういったものがあるような気がするんですよね。シジュウカラのメッセージを山柄が理解していたりとか、このコゲラがね混群全体に警戒音といいますかね、シュワッチ、そういった鳴き声で危険がやってきているよなんていうことを知らせることもあるような気がするんですよね。お互いに何か共通理解できるような鳴き声をね持っているのではないかななんてね、このチャンネルではいろんな妄想に近いようなね、仮説を立てておりますのでね、あんまり人に言わない方がいいですよ。いい加減なことをね、野鳥の識別であったりとかその生活ぶりについてもね、でたらめなことを言っていることが多いのでね、そういったね妄想に近いような仮説を立てながらねいろんな野鳥を観察してみるっていうのもね、面白いなと思っているんですよね。まあひょっとすると、素人ならではのねとんでもないような発見があるかもしれませんのでね、1日1羽というかな、1日1鳥といいますか、そういったことを目標にね歩いてきたんですが、おかげさまでたくさんの野鳥に出会うことができました。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち今日も一日ありがとう。